どうもこんにちは、D&O ユーポンです。はい、今回ですね、懐かし動画というかね、ユーポンがかなり前に買った懐かしスクイーズを紹介していきたいと思います。購入品音符ってこれなんだろう。まず一つ目、まあ、私がね、スクイーズ集め始めたのが5年生の時だったので、まあ約2年経ちました。のスクイーズ、たい焼きスクイーズっていうね、これキャンドゥに売ってたものになります。キャンドゥですよ、これめっちゃ懐かしい。白い方ですね。おー、結構声が可愛いですね。続いて、あ、待って、これ何、大量購入品スクイーズ欲しいって書いてある。今回は購入品を紹介していきたいと思います。マンジーアンドユーポンね、したいと思います。まずはこちらの、はい、こちらね、ガリガリ君のスクイーズ。これ、ね、中古屋さんで買ってなんと50円だったんですよね。奇跡的。でも今となってはレアだと思います。硬いな、結構。めっちゃ懐かしい、これ味ついて。これね、これも中古屋さんで買いました。すごいハゲてる。これもね、集め始めた頃のスクイーズです。やばいね、これ。その時はね、ユーポンスクイーズすごく少なくて、もう20個も置いてなかった時で、一番このリラックマのね、スクイーズがお気に入りでした。これが一番低反発だったような気がする、この時。ほら、でも今でもね、この触り心地は気に入ってる。これも中古。このね、ドーナツ、チョコの、これもね、嬉しかったね。初めてのドーナツだったから。ほら、待って、これ猫ルガー、猫カフェが出たんですよ、私。これこちらの、これね、初めてガチャガチャ回したやつです。スクイーズで初めてのガチャガチャ、すっごい硬い。でもこれもう分かりづらいぐらい、うわー、音楽うるさ。これだよ、このアヒルちゃん、セリアで買ったアヒルちゃん。これいつの動画だろう。これはね、2015年3月24日です。これ2年経ってる、このスクイーズ。うわ、トマトの上、懐かしい。うわ、これも懐かしいわ。クマちゃん、クマの学校。これなんかね、500円なのに50円って言ってたからね、ちょっとびっくり。めっちゃ懐かしい、これ状態が悪い。あ、5月10日です、これ。ジンベエザメ、これ懐かしい。で、ね、牛乳浸しパン、無言。これこのやつ、アザラシここに乗ってるじゃないですか、ジェイドリームの。初めてのジェイドリームだったです。これ全然わかんなかったからね。あ、なんか英語書いてるわっていうだけで、よくわからないので、まあ、パパッと、ね、ちょっと今から紹介していきたいと思います。あ、これはね、なんか私が本当にもうちっちゃい頃で、中学生にも小学生にも上がってない時に買ったやつ、幼稚園の頃に買ったやつで、なんかちっちゃい頃からなんか、まあ家族から寄るとこういうプニプニ系が好きだったらしいです。続いて、これなんかね、絶対スクイーズじゃないだろうってやつです。これスポンジです。これただのお皿洗う時のスポンジをスクイーズにしてました。続いて、これ一番最初のパンダまんじゅう、これがなんか初のパンダまんじゅうだったような気がする。ガチャガチャ、これね、どこに売ってたと思いますか。セリアに売ってたんですよ、これ。セリアのキーホルダーエリアにありました。ちょっと今考えるとびっくり。これと、あとコッペパン買ってました。
で、これは友達からもらったやつです。これね、一番お気に入りだった。前までこれ触り心地が好き。続いてこれ、プニ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 これめっちゃひっくり返った。プニプニストラップエリートバナナ、ふふって、そこなんか結構爆笑してた。これだけに、あ、これドラえもんドラ焼きプニプニマスコット3。これね、欲しさめっちゃ欲しくてアマゾンで買ってた記憶がある。ほら、あんこが汚い。これが一番最初のドラえもんのドラ焼き。じゃじゃん、これ初めての大福餅。これは興奮してすぐ動画撮った。で、匂いがすごくいい匂いで、抹茶の匂いがします。そう、この時はここ茶色だった、あんこ。すごい、これね、もう本当に一番最初って言ってもおかしくない感じのスクイーズ。あ、やばい、取れた、壊しちゃった、壊しちゃったよ。これね、なんだっけ、名前忘れた。おー、なんだっけ、大草むしり、なんだっけ、これ忘れたなんだっけ、好きだったんだよね、この小人図鑑のやつ。で、これはもう赤ちゃんの頃って言ってもおかしくない感じのスクイーズ。これね、赤ちゃんではないか、歩いてたか、多分歩いてた、この時。続いては、もうね、これは本当にガチの一番最初のスクイーズ。それがこちらのスクイーズです。このね、もう名前が消えちゃってるんですけど、ミルクって書いてあります。ミルクボトルです。なんだろうね、めっちゃ硬いけど、何でゲットしたのかよくわからない。あれかな、なんかペットボトルとかについてるやつ。はい、ということで今回はこんな感じで売りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、 YouTube の古い順からよかったらユーポンの昔の動画見てみてください。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINE LOVE、ミックスチャンネルの方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。